はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使 PS4 版の信長プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、今川軍が退去して尾張に侵攻してきたのを逆に撃退、三河へ侵攻をかけているという信長なんですけども、現在吉田城攻略に向かっています。でここに対して、吉本軍38,000、これが迫ってきますんで、これをねまずは撃退するというところから始めていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。もうね、新しい年も始まりましたけど、今年も引き続き、信長の野望をはじめいろいろとシミュレーションゲーム中心にプレイしていきたいと思いますんでね、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いしますというところなんですが、敵の方はやっぱり精鋭だな。これが、今川軍の精鋭部隊になりますね。元康、後の家康、忠次、さらには忠勝、康政で直虎、あとは石川数正というところになりますね。で味方の方もまあそうそうたる面々揃えてるんですが、どうでしょうね、なんとか勝っていきたいんですが、陣はこちらが持ってますんで、どうしようかな。ここはお見せしよう、おとり挑発戦法をまた決めにかかりますか。我が力お見せしよう。まあ陣で敵を迎え撃つというのが一番いいかな。おっと待って、全軍突撃選んだ、間違ったな、完全に間違った。おとり挑発戦法を選びたかったんですけど、全軍突撃になっちゃったな。敵の戦法は家康ですね。家康相手に全軍突撃か、なかなかきつい戦いになりそうだな。しまったな。敵の居場所が知れました。まあ、ここは敵を一体一体確実に撃破していくしかないですかね。できればね、吉本を撃破したいっていう思いがあるんですけど、もちろん家康とか忠勝、この辺りとはできれば本格的に戦いたくないですからね。敵の居場所が知れました。放て。おとり挑発で、敵の方がおとり挑発使ってきてるんで、家康に誘引されてますね、味方が。できれば吉本の本陣を狙いたいところなんですけどね、こちらとしては。矢を放て。叩き潰せ。まあ、まずは敵の家康軍と数正軍ですね。松平元康、石川数正軍をとりあえず海藻に追い込んで、その後はこちらが味方が指示が出せるような状態になったら、全軍を吉本の方に振り抜けましょう。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。吉本軍が回想すれば勝機は一気にこちらに傾きますからね。始めるぞ。時には大胆に攻め込まねばな。練り上げし我が部徳富よ。吉本軍がこれで回走してくれれば、やりたい。前へ。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。始めよ。始めるぞ。始めるぞ。この攻めかわしてみせよ。あとはちょっと今半兵とかを副昇格で入れてるんですけど、これどっか別の城主にして、一気に一体のまあ大将というか武将というか、そういった形でね、出てくるような形にちょっと今後は変えていきたいなと思います。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。この策で勝利をつかむ。逃げないのなら仕方ありませんね。始めるぞ。
さあこのままねもう一気に削りたいんですけど、できればもう一部隊階層に追い込みたいんですよね。もう一体階層に追い込めれば確実に勝利がこちらのものに転がり込んできまして、敵に削られる前にこちらでもう一体敵を階層に追い込みたい。まだ負けておらんわ。家康が戦線復帰したけど、やっぱり大将吉本を階層に追い込んだのが大きいですね。よし、これで吉田城も取ったでしょう。今川領をどんどん侵攻して駆逐していきましょう。かたじけない。まだ死ねぬのでな。よし、これで吉田城を取ったので、続いて長篠城へと進行していきましょうか。で、兵糧に余裕が出てくるタイミングがあれば、まあ武田軍を刺激したくはないんですけど、岩室城、苗木城、この辺りにもね、攻撃隊を送っていきたいなというふうには思います。まずは長篠、飯野屋、この辺りまで確実にこちらの報告いたします。味方に引き入れましょう。で、並行して親善の大使もね、ちょっと武田に送っておきたいけど、武田はなびく気配がないな一切となれば、他兵糧をもらえそうなところがあれば兵糧をもらっておきたいんで、まあ、旗の家あたりに同盟可能なところになるまで太田牛一でも送っておきましょう。承知いたしました。で、あとは交渉ですね。まだ同盟関係にないところあたりでは兵糧をせしめましょう。かしこまった。ちょっとこすい手ですけどね、これが一番兵糧をもらうにはうってつけなんで、これでいきましょう。で、吉田城を攻略した信長の本体は長篠城で決戦に追いましょう。出陣する。まあ、長篠城といえばね、長篠の戦いで有名ですけど、浦上と山名か、まあ、ここは山名についておこう。山名とは講和してますからね、前回。長篠といえばやっぱりさっきも言いましたけど、長篠の戦い、織田徳川連合軍がね、武田勝頼軍を壊滅に追い込んだ戦いですけど、ここも相手は今川軍ではありますが、今川軍を完璧なまでに倒しましょう。準備へ埋伏の計、これを食らわせましょう。そしたら策のある者がいるようです。おとり部隊が敵を誘引したいので、しっかり分けていきましょう。おとり部隊がね、敵をこうこちらの方に引き寄せてこないことには話になりませんからね。全体的にもうちょっと前に出てもいいかな、さすがにね。覚悟しろ。行け。敵の居場所が知れました。敵の位置を確認しました。次のターンでおとり隊がおとりをかけてくれるはずなんで、やりたい前へ。これでおとり部隊の斉藤利光が後ろに下がるっていうのが一番いいのかな。ご命令を。覚悟せよ。始めるぜ。ご命令を。覚悟してもらおう。始めよ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、我が策これに。敵の居場所が知れました。
さあ、うまい具合に決まってますね、こちらの策が。そしたらあとは敵を壊滅に追い込んでいくだけかな。士気の面ではね、完全にこちらが優位に立ってるはずなんで、このまま敵の士気を削り取っていきましょう。10名埋伏の計決まるとあれですね、やっぱり敵の士気がものすごく低い状態で始まるんで、楽に回想状態に追い込めますね。これは戦いやすくていいな。やりたい前へ。今は引くぞ。我が策ご覧くだされ。勝てるとでも思ったか。策のある者がいるようです。よし、ここは完勝と言っていいのね。長篠城で今川軍を倒したので、さらに入野屋辺りまで兵が進められれば御の字ですね。片付けない。まあ、長篠の戦いではね、信長軍は鉄砲3000丁を用意したとも言われているようなんですけど、まあ、実際にね3000丁をいわゆる三段撃ちにしたのかどうかっていうのは諸説あるようなんですけど、ただその鉄砲頭みたいな形で鉄砲隊を指揮する武将がいたのは間違いないようなんで、まあ、ある程度組織だった鉄砲隊を持っていたんじゃないかなというふうに最近では言われているものの、三段撃ちに関してはちょっと疑問があるようですね。ここは処刑数8400ずつか。敵の方は注意しなきゃいけないのは忠次、康政、これくらいかな。あとは直虎がなんとなんと大将で出てきてますね。では10面埋伏の計再び行きましょう。でね、戦いやすいんですごくいいです。そしたら奇襲部隊を森の中に伏せておきつつ、行こうぜ。覚悟しておけ。我が命に従え。斎藤利光、おとり部隊を前へ出して敵をこちらの味方の奇襲部隊の眼前にまで引き込んでいきましょう。敵の居場所が知れました。ただ直虎とかの方も少し今回はあれかな、警戒しているというか、あまりガシガシ前に出てくる感じではなさそうですね。さっきはね、ものすごい勢いで前に出てきてくれたんで戦いやすかったんですけど、敵がどこまで出てくるかだな。なかなか出てくる気配もないか。始めるぞ。ともすれば始めよう。おとり部隊がうまく、おとり部隊同士で挑発し合うってどういう状況になるんだろう、これ。なんかとんでもない絵面になりそうですけど、ではおとり部隊は一旦下げましょう。敵の居場所が3ターンの間またおとりが発動しないんで、矢を放て。奇襲攻撃は今回は決まらなかったな、うまい具合にはね。我が策ご覧くだされ。始めるぜ。ゲチよ、ご命令ください。覚悟しろ。ゲチよ、さあ行こうぜ。行け。うまい具合にね、おとりが決まって、こちらの伏兵部隊の眼前に敵部隊がさらされてくれるとね、さっきみたいな形でものすごくいい感じの奇襲攻撃が決まるんですけどね。油断大敵だぜ。策のある者がいるようです。我が策ご覧くだされ。ご命令を。
雪が降ってるのか今もしかして始めるぞ。雪が降ってるとなると鉄砲隊が生きてこないな。マイル、策のあるものがいるようです。まあ、今川軍を駆逐するのが今回の目的ではあるんですけど、できるだけねこの合戦がめんどくさいんで合戦の回数を減らしたいっていうのが正直なところなんで、敵にダメージも与えておきたいんですよね。大将だけサクッと倒すと敵の回復も早いんで、まあそれよりかは敵にねある程度ダメージを与えて敵兵を削っておくっていうのも一つ手なんですよね。そういう意味では撤退しかけてる部隊に今みたいな形で10面埋伏のおとりの方が決まってくれるとすごくやりやすいな。ただここはよく見ると直政が危ないんで堀直政を陣まで一旦下げましょう。そうしてるうちにきっとね敵の戦意は削られていくと思うんで、敵の居場所が知れました。今は引くぞ。忠次もこれで撤退に追い込んだんで、どうだ持つかどうかだな。ちょっと気にしているのが直政がね次のターンまで持たないんじゃないかなっていう気はするんですが、勝利をつかむ命は惜しまぬ。ギリギリ持ってくれた。よし今は引こう。これで直虎隊を撃破したんで、まあでも出てくるね本当に。まだまだ今川軍も兵を出してきますね。片付けない。ただ飯野ぐらいまでは進行ができそうな感じがしますけど、お安政がこちらに下るか。いや榊原康政はでかいな。これねあの今川軍っていうよりも後の徳川軍と戦ってるような感じなんですよね。もう完全に出陣する。それほどにやっぱり屈強な徳川軍がいるんですよね。山名赤松、ここは山名についておきましょう。まあ、兵を貸してほしいというのであれば、後瀬山だったら兵を貸しましょう。代わりに鉄砲をよこしてもらおうか。かたじけない。兵糧もね少しずつ減ってきてはいるんで、9月まではちょっと持たないかなっていう印象ですね。報告いたします。では交渉でまた兵糧を巻き上げましょう。くれるかっていう話はありますけどね。ははでさらにちょっと配属で吉田城、あとは今取った長篠城に武将を入れておきましょうか。ある程度戦える武将がいいので、そうするとどうしようかな。早速榊原康政でも入れておきますか。前田慶次とかも入れておきたいですけどね、副将格では。それか丹羽長秀入れておく。あと織部を犬山城から移動させましょう。承知いたしました。で長篠城にでは榊原康政を入れておく。あと菅沼を入れておこう。まあ、まだまだね、このあと飯野屋、あとは引間、さらにこちらの乾掛川ぐらいまでは進行したいですね。そうすればほぼほぼ吉本の今川軍の継戦能力が失われるんじゃないかなと思いますんでね。さあ岡部元の部隊約1万との対決になりますね。さあここは本陣切り込むか。
敵の方は、吉本が出てこなくなってますね。戦意をくじいたかな。敵の方は岡部元信が大将で、家康以下8名。こちらはもう貞男がね、鉄砲隊63しかいないんで、ここはどうしようかな。この戦お任せよ。戦場はおそらく森の中になるか。となるとだ、作戦をちょっと変えましょう。神出鬼没にする。我にお任せくだされ。いや、ここも10面埋伏の計でいこう。お任せください、お任せください。ゆとり部隊を前に出して、で、貞男はもうちょっと戦えないので、貞男は下げましょう。63人しかいないですからね。行くぞ。あとは先ほどまでと同じく伏兵の前に敵の部隊をおびき出すだけですね。ご命令ください。ゲチを覚悟しろ。まだ敵部隊が発見できないか。挑発をかましたものの、どこに敵がいるかがわからない状態になってるな。ゲチョ、覚悟せよ。むしろ先にこちらから仕掛ける羽目になりそうだな。ちょっと下げましょうな。おまさは始めよ。ご命令を。始めるぞ。ゲチョ、さあ行こうぜ。ちょっと決まらないかもしれないな。見つけたぞ。放て。おとりがうまい具合に機能せず、伏兵もうまい具合には決まらなかったな、まあ、ちょっと残念ですけど、まあそうなったらそうなったで、命令してくれ。きっちり敵を包囲殲滅していきましょう。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。行け。命令してくれ。それならそれで結構だということですね。ゲチを覚悟せよ。始めよ。三河武士の意地見るがよい。放て。油断大敵だぜ。一体は奇襲が決まったかな。八塚五六の部隊の奇襲は決まりましたね。策のあるものがいるようです。この策で勝てるはずだぜ。そしたらここはもう家康の軍勢を完全に叩いてしまいましょう。さあ行こうぜ。覚悟しておけ。奇襲が決まると約半分になりますね。敵の戦ゲージはこちらも一体だけですけど、奇襲決まってるね。続々奇襲が決まってる。さらに強撃も決まって、やっちまったな。放て。向かったか。今は引く。策のある者がいるようです。さあどうする。そしたらこの辺は挑発合戦になってて話にならないな。さあぐちゃぐちゃになってますからね。 行こうぜ。これにて幕とさせていただこう。引いて体勢を立て直す。もう2体ほどうまい具合に敵を倒していければこちらの方に完全に戦局は傾くかなというところまでは来ましたね。そしたらここはもう敵の戦意を削るっていうところに特化していきましょう。引こう。放て。好奇。馬
かな。策のある者がいるようです。よし、これで決まりそうかな。命令してくれ。時には大胆に攻め込まねば。今川軍もね、徳川家康以下、後の家康の配下の屈強の武将たちがいるんで油断ならないんですよね、本当に。まあ、そのうち榊原康政はもうすでにこちらの家臣に組み込みましたけど、それ以外のね武将たちはまだまだ今川軍として戦ってますからね。今回も直虎捕まえましたけど、直虎もこちらに来ないしね、まだまだ。かたじけない。でまだ駿府には、駿府神原にはそれぞれ7000、5000の兵が入ってるんで、もう一合戦二合戦、今川とはありそうかなという感じがします。ではちょっと今回はね、飯野山で進行して直虎と戦いましたけども、次回もこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援、今年もよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。